ダイオウホウズキイカ、ダイオウホウズキイカ、ダイオウホウズキ、学名、英語名、は、サメハダホウズキイカカマイナスに属する、巨大なイカの一種。本種のみで、ダイオウホウズキイカ属を構成する。ダイオウイカと共に、世界最大級の無脊椎動物、同時に、頭足類として知られている。体重は、ダイオウイカよりずっと重いが、体長は、ダイオウイカより、かなり短い。 俗名は中ほどの獣爪、鍵爪、イカによる合成語。なお、母二者のみを組み合わせたは爪イカか本爪家族の名称に当てられている。ダイオウホウズキイカはダイオウイカ以上に巨大なイカである可能性を持ち、体長は約12から14メートルとされる比較資料1位1メートル。また、2003年に南極海で体が捕獲され、 さらに2007年2月に捕獲された未成熟の個体でも、外套膜だけで250センチメートル、体重450キログラムにも達しており、成熟個体では食腕を含めた全長が20メートルに達するとがあるのではないかとも言われてもいる。目や後期のくちばしの大きさでも大オイカをしのぐとされる。食腕には吸盤の代わりに5センチメートルにもなる。 回転式の大きな鍵爪を持ち、これで獲物を捕らえたり、マッコウクジラのような天敵から身を守ると言われている。ダイオホウズキウイカは、ダイオウの名を冠した、深海生の巨大なダイオウイカと共通のことが多いが、分類学上は禁煙ではない。特徴的なダイオウイカとの違いは、食腕の鍵爪である。ダイオウイカの食腕には、 カギ爪がなく、代わりに硬いのこぎり状の歯が並んだ吸盤がついている。またダイオウホウズキイカは、胴体の遊泳ビレが非常に大きいことに加え、触腕が体の割にダイオウイカほど長くはない。体色はどちらも赤褐色である。南極海周辺の震度2000メートルの深海域に生息している。ダイオウイカと同じく深海性の大型のイカや魚を餌にしていると、 考えられている。南極海には南極オキアミを捕食するイカ類が非常に多く、それを餌にしようと集まる巨大なイカ類もクジラ類、マッコウクジラ、南トクリクジラ、南ツチクジラ、ゴンドウクジラなどの獲物になっているとされる。しかし、2010年時点で自然な状態のダイオウホウズキイカが観測された例はなく、また巨大なイカ類を従来の方法で取ることは困難である。 ほとんど取れないため生態の全容ははっきりしていない。基本的には海を漂流しながら待ち伏せをしたり通りかかった獲物を捕らえて生活していると考えられている。この生活では捕食の機会は多くないが代謝を抑えてわずかな餌で生命を維持している。2010年に行われた研究によると 体重 500kg の本子個体は 5kg の魚1匹で200日間の生命活動を維持できると推定されている。これは同じ海域に住むクジラの300から600分の1のエネルギーしか必要としないことを意味する。本種やダイオウイカのような巨大な深海生イカ類にとっての第一の天敵はマッコウクジラであると考えられており、マッコウクジラの消化器官からは 本種のくちばしも発見されている。過去の捕鯨調査でのいない物に含まれる微育からの分析によれば、本種の生息域である南平洋でのマッコウクジラの餌は個体数で14%、重量で77%ほどが本種を含むサメ肌放水化化であるという。マッコウクジラの皮膚には、 巨大イカ類の吸盤のカギ爪によって付けられたと、見られる円形の傷跡が確認されることが多く、巨大なイカ類もおとなしくマッコウクジラに捕食されるわけではなく、激しい抵抗を行っている習性が伺える。糖則類の寿命を考慮すると、数年の短い一生の間で巨体に成長することは大きな謎に包まれている。 これまで捕獲されてきた個体のすべてはメスであり、オスの個体は未だに発見されたことがないが、その理由についても未解明のままである。捕獲される機会が非常に珍しい生物である上に、研究には複数の難題があるため、現在までのところ生態の解明はあまり進んでいない。陸上で呼吸可能な呼吸器官を持たないため、水中から引き上げるとすぐに死んでしまう。 死ぬと数時間で組織の腐敗が始まり、腐敗の進行も非常に早い。水の外で体を支える構造を持たない巨大な軟体動物であるため、水中から引き上げると自らの重量で体型が崩壊してしまい、原型を保ったまま研究施設まで持ち込まれる機会が少ない。研究対象として南極沖で捕獲された個体が、 ほぼ完全な状態の生物標本として2007年3月からニュージーランドの首都ウェリントンにあるニュージーランド国立博物館でパパトンガレワに展示されているウレツの画像を参照。大王法ズキー下の全身標本を保有しているのは現在のところ世界でもこの施設だけである。2014年9月には南極沖で 史上二例目となるほぼ完全状態の生物標本が、創業中の漁船によって捕獲された。状態は前回捕獲の個体よりも良好で、オークランド工科大学の研究者らによって、長さ約3.5メートル、推定、重さ350キログラム、推定のメスであることが確認された。また、目の直径が35センチメートルあることや、体内に卵を持っていること、他のイカタコ類と、 同じく心臓を三つ、全身への血液順用に一つ、エラへの血液循環専用に二つ持っていることが確認された。この個体もニュージーランド国立博物館テッパパ、トンガリワにて、現在冷凍保存されている。本種やダイオイカのような巨大なイカ類の体組織には浮力を得るための塩化アンモニウムが大量に含まれている。そのため、 これらのイカの実の味には独特のえぐみがあり、食用には適さない。また、生身の人間が到達できない、冷たく深い海、冷水域であり、深海域に生息するために人間の生活に直接関わることはない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。